大雨で線路に土砂が流入した JR 石勝線は今日も運転の見合わせが続いていて、札幌と帯広、釧路を結ぶ都市間バスは混雑が続いています。おととい、JR 石勝線の線路に大量の土砂が流れ込み、追分駅と新徳駅の間が運転見合わせとなりました。 JR 北海道は線路の復旧作業を行っていますが、列車の運転再開はあさって夕方からを予定しています。今日も特急大空や十勝など29本の列車が運休した影響で、釧路や帯広に向かう都市間バスは満席の状態となっています。 JR を使って行こうとしてたんですけど、それ運休になっちゃったんで高速バスで行くことにしました。道内は太平洋側東部で明日朝にかけて多いところで80ミリの雨が予想されていて、気象台は土砂災害などに注意を呼びかけています。